わすげえ。なんかでもさ、なんかさ、ディズニーっぽいことを言うとさ、問題の、なんか、ね、引っかかってるかもしれないからさ、言えなくて。あ、東中さんいる、東中さんいる、東中さん来てる。あ、キムさん来たもいる。うわぁ、僕これ見た面々がいっぱいいる。うわぁ、久々だね。じゃあ、一回間の字言うか。改めてね。改めて言います。ノクスポ新宿ザ・オンライン、行きます。一夜限りの大復活、ノクスポ新宿、まさかのドリームチャレンジに参戦。今回は私が、何 MC というか、スタジアムマスターとして、疑似サバイバルライブ風にやっていこうと思います。1問目から9問目までは私かなり遅くします。そして10問目私とも一騎打ち、ここで私は確定ポイントで押しますので、皆さんそれより早く押して正解することができれば、見事、勇気に勝利というか、形にさせていただきたいと思います。さあ、今回どうなっていくんでしょうか。残り10秒少々で開始です。さあ、よろしくお願いしまーす。さあ、もう間もなくね。うわお待たせしました。知ってる人がいっぱいいる。ドリームチャレンジを開催します。最後まで生き残れば僕なりの楽しみ方でいきましょう。山分け権利獲得です。生き残りを目指して頑張りましょう。よっしゃ、みんなエールぶち上げろ。それでは早速ゲーム開始です。第1問、いきます。皆さんよろしくお願いいたします。東京ディズニーリゾートの最寄り駅でもある前浜駅は JR の何線の駅でしょう。1問目、行きましょう。1問目、さあ大丈夫でしょうか。それでは皆さんお待ちかねの正解発表のお時間です。さあ1問目、結構かなり早く出た人もいるんでしょうけども、これはちょっと大丈夫か。早押し順位はこのようになっています。あっと、これはばらけている。と舞浜が答えと見せかけて、こちらは慶応さんが答え。勇気、あと僕たちに聞いてもいいね。現在の生存者は99人。モンスターでかい人さん、プールさん、山分け奥は1015。あー、読めないね、本当にこれ読めないわ。まだ余裕の傘が多いでしょうか。それでは次の問題へ参りましょう。ゆきゆのきやさん、第2問、問題。さあ、ここで分かったでしょう。ミッキーの家をはじめ、様々なディズニーキャラクターが暮らしている街。さあ、2問目いきましょう。タブタブさん、これはもう答えが出揃いました。正解を見てみましょう。大丈夫ですね。タイプに取ってきてくださいね。早押し準備はこのようになっています。これお立ち台の人ここで並んでいる。これは大丈夫でしょう。タイプに取りさえなければもう大丈夫そうな気がする。正解はタウンタウン。もとこれ4月30日限定クイズですか。現在の生存者は90人。まあいいや。山分けは1000人。これも正解数多いですね。一人何人いる。どんどん参りましょう。次の問題はこちら。ディズニーの皆さんがここで諦め。でもこれはもう皆さん大丈夫そう。問題、さあ90人、まだまだ続くよ。東京ディズニーランドは開園何周年を迎え、さあ3問目いきましょう。サブカルチャーです。さあこれはもう覚えている。正解を見てみましょう。早
早押し順位はこのようになっています。あっと、これはちょっと答えが割れている人もいるぞ。さあ、2桁の数字ちゃんといけるのか。40です。現在の生存者は78人、山分けは1282億個となっています。どんどん参りましょう。次の問題はこちら。アンサーさんがね、ギリギリのところにいますね。第4問、問題。東京ディズニーランドのアトラクションホーンテッドマンションにはたくさんのゴーストが住んでいますが、まだまだ行きますよ。その数は何体でしょう。それでは皆さんお待ちかねの正解発表の時間です。早押し順位を見てみましょう。さあ、あっと、これもちょっとお立ち台組屋が2人割れている。答えは999。現在の生存者は62人、さあ1クールさん、山分けオフは1612億となっています。まだ余裕の方が多いでしょうか。それでは次の問題へ参りましょう。第5問、問題。東京ディズニーリゾートにおいて高さが59メートルと一番高い建物は何ですか。2の人が上がってきてるけど、こういうことか。さて、全問正解できるかな。答えが出揃いました。正解を見てみましょう。まあ、ちょっとね、これはね、いろいろあるんですけど、今回アトラクション名で正解させていただきたいと思います。オブテラホテルハイダワーというんですけども、今回はアトラクションのタワーオブテラを正解させていただきたいと思います。現在の生存者は44人、山分けオフは2274億となっています。人数が少なくなってまいりました。生き残り目指して頑張りましょう。次の問題です。ちなみにね、一番高いと思われてる第6問、あれがね、実はね、59メートル、フランス語で遠い旅をという意味がある JR 舞浜駅。これ言わなくても大丈夫かな。これちょっと一番遅くて、さあ、あれですよ、あれ。でももうこれはね、答えが出揃いました。正解を見てみましょう。早押し順位はこのようになっています。ボンボヤージュ。現在の生存者は36人、山分け億は2777億となっています。フルすごいですね、安定して生存人数が半分を切っております。さあ、プレイヤー果たして何人が生き残るのでしょうか。次の問題へ参りましょう。第7問、問題。両パーク内で販売されている醤油バター味、カレー味、ブラックペッパー味、キャラメル味などがある定番の食べ歩き。さあ、7問目いきましょう。それでは皆さんお待ちかねの正解発表のお時間です。早押し順位はこのようになっています。
現在の生存者は23人。山分け億は4347億となっています。生存人数が半分を切っております。果たして何人が生き残るのでしょうか。次の問題へ参りましょう。滑るね。第8問。さあちょっとライフ1の人もいる。大丈夫か。東京ディズニーリゾートを一周するディズニーリゾートラインの4つの駅とは、東京ディズニーランドステーション、東京ディズニーシーステーション、リゾートゲートウェイステーションと何でしょう。趣味と生活です。さあこれ思い出せるかな。答えが出揃いました。正解を見てみましょう。ちょっと待って。あ、それは名称変わったんだっけ。早押し順位を見てみましょう。ちょっと待って、俺も間違えた。あ、そうだ、俺待って、俺が間違えた。それベイサイドステーションだよね。俺頭現在の生存者は15人。ベイサイドステーション山分け億は6666億となっています。人数が絞られてきました。俺が間違えた。生き残るのは何人か。次の問題に参りましょう。第9問。問題。もともとはシルクドソレイユの上空残り9人しかいないぞ。現9も芸能に関してさあこれは覚えてる人いるかな。ん？俺タイプした？皆さんの回答はこのようになっています。それでは正解を見てみましょう。タイプしたか時間切りしたかだから早押し準備を見てみましょう。ブブーってなったんだけど俺。やったな。正解はこちらですね。舞浜アンフィシアター。あ、やっぱり現在の生存者は11人。山分けオックは9090オックとなっています。舞浜アンフィシアター正解者のは見つけたモッサン。参りました。このまま残ることができるでしょうか。さあここまで締めて参りましょう。全問正解がいないぞ。さあラスト1問。ここはガチでいきますよ。確定ポイントで私は押します。それよりも早く押せるかなということでいきましょう。コナミの音楽ゲームポップンミュージックにも収録されていた東京ディズニーランドを代表するこれは10人するんでないか。大丈夫か。さあ行きましょう。サブカルチャー。答えが出揃いました。さあこの最終問題一応私は正解しましたけども、ちょっと俺は遅れたな。二択になってしまったんですけど、それを知ってるからこそも二択になってしまったんですよね私。さあ答えはエレクトリカルパレード。さあ残り7人しかいない。嘘でしょ。それでは最終結果の発表に参りましょう。私博士さん、モスさん、クールさんが、俺より早く押してる。3名様おめでとうございます。サバイバル成功した方々おめでとうございます。生存者は1人14,285億の山分けです。お付き合いいただきありがとうございます。いや本当にモスさんがね、唯一ライブで今回の挑戦はいかがでしたか。また次回のドリームチャレンジでお会いしましょう。っていうかもうねライブかなりみんな少なくなったんじゃないかなと思います。結構難問をね用意させていただいた部分があったんじゃないかなと思います。
またね。はい、ということで、まあ、ここからちょっとした観光船をしつつ、ちょっとね、私この後仕事なんで、この後すぐ仕事です。行きたいと思うんですけども、さあ改めて、ちょっとランキング確認してみましょう。とかあったらぜひ今のうちにコメントとかください。あ、そう、あのね、そう、二択のがね、そう、バロック砲弾、これあの今ビッケさんが言ってるんですけども、これバロック砲弾っていうのはエレクトリカルバロックに使用されてる楽曲なんですね。そことの二択まで待ってしまったんですよ私で。夜のパレードが出てきたので、あ、夜のパレードの名称ですよね、うん、結構待ってしまったんですよね。いやー悔しいなー。でも正解した人がいてよかった。いっぱい正解した人いてよかった、ということで、本当に皆さんありがとうございます。ちょっと一夜限りというか、もうたった20分の時間でしたけども、こうやってね、ノクスコ新宿、振り返、なんか振り返りというか、この感覚をね、さすがに味わうことができてよかったです。まあね。まあぜひ、なんか、いっぱい遊んでください。いっぱい遊んでくださいとは、俺が一番遊んでねえんだよな。まあ、とりあえず、次回はあれかな。ポーカークイズでもやっと作ろうかな。なんて言ったらね、やっていきたいと思います。あ、ニュークリアさんもありがとうございました。いやー、あ、結構難問だらけだったと思うんですけども、皆さんの中で、まあ、今回の舞浜テーマパークドリチャレが少しでも気に入っていただければと思います。では、ここら辺で、閉じさせていただきたいと思います。お疲れ様でした。